行こう。吉川市に来ています。何度かこちらかっくんと一緒にね、はい、あのナマズのイベントだったり、お邪魔したことありますよね。はい、吉川市民祭りとかも。そうか、そうですね、うん、オアシス、はい、今日はちょっととある吉川市の素敵な親子の方に、うん、お会いしている最中なんですけれども、はい、ちょっとお名前は、お母様の方は伏せさせていただきますが、ヨーローズさんという、うん、なんというかブランド名というか、あの作家、登録してあるものなんですよね、のなんか作品を。はい、作品ですね。ネギの缶バッジをお願いしてたんだけど、なんか缶そうですね、あのマツコさんがネギクイーンということで、はいはいはい、やっぱりここはここはネギの缶バッジをと思って、はい、缶バッジ缶を作りました。缶バッジ缶缶バッジ缶だって。しんたくんはいいね。しんたくん、じゃあこれ開けてみるね。しんたくんこれなんか知ってんの？知らない。知らない。なんか出にくい。違う、なんかほら缶バッジのいわゆるあれが来るんだと思ってたから。こういう感じになってくるとは。そうですよね、上から開けてもいいですし、うん、実は下も開くのでどっちからでも。あ、じゃあちょっとここはなんとなく造形物として残しておこうかな、うん、バンみたいな。モク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 白髪みたいななんないですよね。面白い。パカパカ、あれピヨピヨピヨ。で、これがヨーローズさんの、あー、かっこいい。あ、ラッピングに管理してくれたんですね。かっこいい。これネギがあしらってある。これがそのヨーローズさんの、はい、なんていうの、手書きの。そうですね、手書きで、うん、あの書いたネギをあしらった缶バッジになります。へ、うん、あの息子さん側転してますけどね。いいね。いや嬉しい。これさ、ユの缶バッジなんですか。ちょっと今日はネギじゃなくて猫ですけど、にゃーですけど、いやーこれ嬉しいな。これちょっとポップな洋服にも合うし、ちょっとどうですか、アクセントに。いいんじゃないですか。嬉しい。いやー、これほらツイッターでね、つながらせていただいてて、なんかあるあると聞いててずっと気になってはいたんですけれども、なんかそう、だからこれちょっと買わしていただきますよ。ありがとうございます。ちょっとお金のやり取りなんて生々しいんで、ちょっと一回切っていただいて嬉しいです。あの他にも、はい、今日お持ちだったので、はい、ぜひこれすごい可愛いし素敵なんで。ありがとうございます。ご紹介したい、はい、あのこの、はい、ポップなイラストはもしかして。そうです、息子が描いたの。いや、描いたの、ね、幼稚園で毎日1枚ずつ絵を、ね、描くんだよね。これ最高にいいね。なんかタンクポップっぽい。なんかこういうとこさ、そうだ、ね、キャップとかについてたり、うんうんうん、すごいね、豊かな感じ。すごい豊かな感じ。嬉しい。これあの精神鑑定ができる人だと、はい、あるんだろうね、この位置に赤を置くのはとかね。できない。まあ和子的に鑑定するとだいぶ豊かな感じがします。明るいお子さんですね。明るいです。見てるからわかるんです。
ちょっと待って、こっちに触れる前に、そのお手手に持ってるのは何？マスク？マスク？お星様ついてて、タンクトップっぽいけど、これどうしたの？僕がパソコンでいじったりして作る、うん、パソコンできない大人たちがたくさんいるという、ね、昨今、うん、パソコンで色をつけた。そうですね、あのたまたま2台パソコンが並んでて、私の仕事するお部屋に、うんうん、私仕事しなきゃいけないからパソコンいじってると、うん、隣で息子がなんか勝手にこういじり出して、なんか見よう見まねでなんか作ったりして、一人で黙々作ったのがこれで、あの一個も手を私は加えてなくて、息子が作ったのを工房に送って焼いてもらったものなんです。いい見てもこれいいじゃん、これめちゃめちゃタンクポップっぽいし、星が入ってるしね、星がいっぱいだし、うん、すごい銀河、銀河なこうね、無数の星たちが輝いているよ、うんうんうん、君もこの星の一つだみたいなねそういうのを多分テーマにしてるんだと思う、ね、そこまで考えてないかもしれないけど、すごい可愛いし色もいいし、オッケー、いい感じ。そしてこの和柄なのは、はい、あの越谷市に相模屋さんってありませんか、和紙のお店で、相模屋さんって和紙のお店があるんですけど、はいはいはい、そこで一枚もののすごいあの種類豊富な和紙が売られていて、そこに行った時に店長さんがすごい優しくって、息子になんか空気がふって膨らんでこうボールみたいになるのをプレゼントしてくださったことで、なんかそういうご恩をなんとなくこう回していきたいなっていうのがあって、相模屋さんの和紙を使ってカンパッチを作ってみました。うわー、かっくん、ね、ご恩を回していきたくて、うん、そういう気持ちで作品を作るってなんて豊かなの、ね、なんて親子なんだ君たちはいやいやもうどうしたら儲けられるかだとかねそんなことばっかり言ってるタンクポップはどうする、どうしようね、そんなわけじゃないですよ、うん、皆さんの、ね、笑顔とかそういうの、はい、でもすごい素敵なんですけど、あ、その和紙がカンパッチ、うわー、このこいのぼりは、あ、これはですね、あの越谷、全部越谷絡みになるんですけど、あ、いいですねあの越谷の香取神社に出店した時に、マママルシェみたいにやってますよね、うん、はい、そうなんです、神社でマママルシェ出店した時に、うん、スタッフさんがこれ絶対いいよ売れるよって言われて調子に乗って、うん、カンパッチにしちゃったやつです。いいですね、この調子に乗ってる感じがこうねイケイケな感じがね、ちょっとなんか恋愛運アップって、あの手書きのこれもあの筆ペンで、はい、あのペンテルさんのこれも吉川のペンテルさんの筆ペンを使って、はいはいはい、あのまあ、それもこう循環させていきたいっていう思いで、はい、はい、美しい、そのなんかね作品ができていく過程がね、うん、いちいち美しいのよ、いやいやいや、ね、でもなんかあの、はい、一つにこう思い出があったりとかエピソードがあって、うん、あのそれをこう作品に載せて、でなんかみんながちょっと笑顔になれたらいいなっていう感じの、それをお母さんとママとこういうのあるの好き、楽しい、楽しいけど疲れる、楽しいけど疲れる素直な感想出ましたしんちゃんも工房に行ってカンパッチ作ったんだよね、そうなんだ、ガッチャンコをこうやって1個ずつ作るんですけど、これもあの野中工房さんって吉川にある工房があって、でそこでこのよろず、あのこのハンコは、うん、あの工房、私がデザインして、うん、工房で行って焼いてハンコも作った、だからこれもあの野中工房さんで作ったカンパッチなので、うん、それも全部地域で越谷吉川の、うん、全部越谷吉川、アピール？ちょっとあの越谷吉川って連呼されてしまうと、あの違うの、あの今度、はい、吉川のアートギャラリーガレージさんで、はい、あるじゃないですか、ありますね、展示会がありますね、越谷吉川元気プロジェクトさん主催の、あります、ありますね、はい、それ出展してほしいよね、ですね、タンクポップ出展してて、うんうん、これ絶対いいと思う、元気
出る、出ましたね。キーワード出ちゃいました。元気、元気、元気、元気。あ、これですかみたいな、仕込んだように。すごい。スッと出てきましたね。このチラシって渡っ、あの50部ほどあの、うん、いただきました。あ、もらいました。ツイッター上で呼び出しがかかって取りに来てくださいってやっぱあのポイントになるキーマンにはお知らせがいってるという ね、うん、素晴らしいですね、はい、一枚一枚手でご近所さんに配ってます。あ、えーらー、ありがとうございます。そういう活動大事、うんうん、お友達にもあげたんだけど、うん、久しぶりに会おう、久しぶりに会う友達。あ、コロナだったりしてね。違うの、卒園しちゃった子がいて。あ、その子がチームに卒園しちゃったけど、まだちょっと前だけど。そう、卒園ってことは一緒の幼稚園だったけど、先に卒業、卒園、もう1年生で別 の、まあ、あの小学校でこう分かれてしまった、あの新太にとっては親友の男の子たちがいて、でその子たちにこのマスクと一緒に元気点を一緒に入れて、うん、来てねって渡した、渡しに来たんだよね。美しい。あともう一人の方、美しすぎる。あと、あと方正くんっていう子がいるんだけど、うん、その子はルネサンスっていうところで会える。あ、そう、スポーツクラブか。違う、あ、違うか。スイミングか。あ、スイミングであるよね、ルネサンスさんってね、うんうんうん、あ、そこ行くと会えるんだ、うん、そう。なんかその元気店のプロモーションの仕方が美しすぎて、うん、私はあの、はい、一度反省しましたよ。その会いたい人にお友達会えなくなっちゃったけど、うん、来てねって言って自分の作ったものと一緒にチラシを渡すなんて、うん、できますか、ね、あの私今日越谷の水辺の市で、はい、和子ちゃんイラストメモっていうのを販売してたんですけど、はい、もうあの公認のカツアゲと呼ばれました。これ300円なんだけど。もう今のね、しんたくんの話を聞いて、もう本当心が洗われましたね。神様っていうのは必要な出会いをちゃんとその直後に用意してくれている。私もあのこの人に喜んでもらいたいという気持ちで、うん、ね、あのサタニさんごめんなさいっていう名前出しちゃう。ね。じゃあ、しんたくん、あの、わこちゃんとかっくんとかも、他の元気店やる人も一生懸命頑張るので、あの、まだ先だけどね、11月だから、ちょっと一緒になんか楽しい感じでできるといいね。うん。うん、会場で。11月だと行けないかもしれない。11月だったらいい。あ、12月なんないよ、これ。11月23日までで終わり。うん。楽しみ。皆さん、もう他のは何も買わなくていいです。これを買ってください。はい、嘘だよ、ね、嘘で。他の出店者の人がね、あの、他の出店者の人もこれにはもうなんかハーってなる。やっぱ子供たちとか、あのそういうね、そうだね、あ、名前言いそうになっちゃった。ヨーローズさんのこういうね、うん、循環させたいとかってさ、うん、そういう思いって美しいな。ね。このこれもね、大事に。ありがとうございます。本当に私も一生忘れない思い出になりました。いやー、うん、思い出はこれから作ろうじゃないですか。ポン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 。どこ見てるの。ねえ、ほんと、お、あ、どこかに走り、何か見つけた。何か見つけた。トンボを追いかけて走り出して、あっくん。いいね。そういう気持ち大事にしよう、私も。吉川のオアシスで、綺麗な気持ちを思い出しました。トンボを追いかけて、かっくん。はい。頑張りましょう。頑張りましょう。タンクポップ YouTube チャンネルでした。チャンネル登録、よろしくお願いします。おいしいぞ。出来上がり、ポンポンポポポンポンポンポポポン、ポポ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 ポ
測れ、やけどすんなよ。